田ナダ女性諸地の不動産大学。ということでですね、今日も開発行為についてですね、やっていきたいと思うんですけども、今日やるところはですね、開発行為の廃止と完了についていきます。開発行為をですね、土地で廃止する場合とかですね、あとは完了した場合に関するですね、選択肢がですね、結構本試験でも出るんですけども、ここについてですね、しっかりとカバーをしていければというふうに思います。ということでですね、早速やっていきましょう。1、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 どうでしょうかはい、いきますよ。答えははい、バッチでございます。これですね、開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、自体なく知事に届け出なければなりません。これですね、許可じゃなくて届けでいいんですね。廃止するのに許可はいりませんということでございます。2、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。はい、どうでしょうか もう同じような知識をですね、いろんな聞き方してきます。言いますよ、答えは。はい、これ、ば、このもバスですね、わかりますね。まあ、こんなふうにですね、いろんな聞き方してきます。で、廃止の時はですね、届け出でございます。知事の同意を受ける必要はありません。3、都道府県知事は開発行為に関する工事の勘定の届け出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めた時は、検察務所を交付しなければならない。はい、どうでしょうか。 これも知ってないとですね、推理しておくしかないんですけれども、どうでしょうか。来きますよ、答えは。はい、これは丸でございます。 これですね、開発許可を受けた者はですね、開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければなりません。まあ、完了しましたよということを届け出るということですねで。そしてですね、その届け出があったときは、知事はですね、地帯なく工事がですね、開発許可の内容に適合しているかを検査して、検査の結果適合していると認めたときは、検査済み証を交付しなければなりませんというふうに決まっております。4。 開発許可を受けた者から、開発区域内の土地の所有者、その他開発行為に関する工事を施行する権限を取得した者は、一般証券人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を証券することができる。さあ、どうでしょうか。なんか難しそうな感じするかもしれませんけど、これもですね、過去動画で扱っているテーマなんですけど、大丈夫でしょうか。見ているという方はですね、わかるはずなんですけども、答えはですね、<music> はい、これ、バツでございます。はい、これですね、許可を受けた土地の所有権を取得した者はですね、知事の承認を受ければ、許可に基づく地位をですね、承継することができるんです。届けるじゃございません。ちなみにですね、開発許可を受けた者の相続人、その他の一般承継人はですね、非承継人が有していた当該許可に基づく地位をですね、当然に承継するので、知事の承認は不要でございます。ここよく覚えておきましょう。 はい。ということで,ですね、全問正解できたという方、大丈夫でしょうかレベルアップでございます。ここもですね、結構よく問われる部分なので、必ず知識を押さえておきましょう。序盤はですね、結構簡単だなと思ったかもしれませんけども、ここはですね、本当にあの、本番間違いやすい部分なんで、えー、よく覚えておいてください。ということで、また明日。